初登場です。今ね、ちょっと筑波君に研修に来て、はいはい、実際に撮影なんかも入ってもらってもいるんですけど、ね、はい、今日はどうしたんですか。はい、今日はですね、はい、いつもここは筑波店でカメラマンをしています村井さんに撮影の裏側の方を聞いていきたいと思いますので、はい、皆さんそれぞれお気に入りの写真を持ってきましたので、それぞれちょっと裏話を聞いてみたいと思います。ちょっとね、恥ずかしいんですけど、やっぱりね、なんかお客様ごとにそれぞれのドラマがあるので、はい、写真だけじゃわからないそういう中身の部分というか、そういうこんな思いで撮ったんだよっていうのをね、お伝えできればなと思います。お願いします。はい、お願いします。じゃあ、僕からいきます？はい。いきますか？そっちからいくか。じゃあ僕からいきますか？じゃあ、はい、じゃあお願いします。はい、こちらですね。かわいいですね。はい、かわいい。これはね、シャボン玉がここ、見えないと思うんですけど、シャボン玉がここにね、あって、それを楽しそうにこう追いかけてる写真なんです、はい、実はですね、この撮影の日に初めて歩いたんですよ、一人で。だからその姿をね、絶対残したいと思って、そう願いが通じましたよ。したはい、リキリキした顔で、でも歩きたくてしょうがなくて、すごい、初めてですもんね。初めて歩いたんだって。これが初めて歩いた瞬間。そう、あ、当日撮られた貴重ですね、すごく。いやー、素敵な写真。いいよね。はい、僕大好きですね、この写真は。はい、じゃ続いて僕の行きます。はい、僕はこれです。かわいいですよ。かわいい。なぜか本をね、そう、逆さなんですよ。そう、で、目線もちょっと、目線も違う。だけど、これはね、何回か実は試したんですよ。本が逆さになって、なぜか持っちゃうので、なんかあるんでしょうね、きっとね。だけどなんか、お父さんお母さんも、なんで逆さに持つんだろうねっていう会話をしてて、逆にそれを見たとき、なんか、この時のことを思い出してもらえたりとか、結構ママがこの目線にいるんですよ、ちょうど。なんか訴えてるのかなとかね。なんか逆に本が逆さまなのが可愛さのポイントとしてなんかありますよね。もしかしてね、違う子だったらちゃんと持つかもしれないけど、なぜか逆さまね、持つ、そこもその子らしさと言いましたね。その子らしい。はい、ありがとうございます。はい、では最後に村井さん、パネルが大きいですね、ですね、なかなか。はい、こちらです、ドドン。お、あら、素敵な、素敵ですね、お写真なんですけど、これはココアがオープンして間もない頃に、まあ、撮影させていただいたお写真で、実はお孫さんが成人を迎えるということで、まあ、一緒に来てた時に2人で撮りましょうかということで撮ったお写真なんですけど、まあ、実はちょっとりーちゃんの方がちょっとあんま体調が良くなくて、撮影の当日にもしかしたら来れないかもしれないっていうお話を聞いてて、でもこんな風に調子が良くて、当日こんな風に素敵にお写真が残せて、これが残ってるのと残ってないのではこの先も、もしね、そのお孫さんの子供ができて生まれた時も、おじいちゃんおばあちゃんの顔を見た時、素敵な思いが出るんじゃないかなと思って、すごい嬉しくなった写真ですね。見上げてくる。そうね。すごく、ね、当たり前にね、あるんじゃないんだなっていうのをすごい感じます。そうですね。写真一枚一枚にすごいドラマがあるんで、素敵ですね、写真って。これからもそういった一瞬一瞬を残し続けていきたいなと切実に思いますね。はい、ですね。じゃあ、OK、じゃあまた。しみちょっとしみしちゃいましたね。そうですね。まあ、じゃあこの辺で今回は、またちょっと何か機会があった時に、そうですね、お話ししたいと思います。
はい、じゃあそれではじゃあまた見てください。バイバイ。今度は木曜日にお会いしましょう。